チャオ、あっちゃんです。今日4月25日で、みきちゃんが亡くなって5年になります。はい、5年ってすごい長い時間に思うようやけどもね、なんていうのかな、ほんまにね、昨日っていうか今さっきのことのようにね、鮮明に思うよね。っていうか多分ね、5年間時が止まってるんやと思う、あっちゃんの中ではね、みきちゃんとの、なんていうのかな、ことに関してね、で5年間で子供もすごく大きくなったしね、小学校3年生やった亮が中学校2年生、幼稚園の年長やった光がもう今小学校5年生やからね、で子供は成長していくし、ね、世の中は変わっていくけども、みきちゃんとの思い出っていうのかなは過ぎ去っていかへんのね、ほんまに昨日のことのようにっていうか、ね、出会った時のことをもうほんまにさっきのことのように鮮明に覚えてんの。みきちゃんとの出会いはね、まだあんまりみんなに明かしてないけどもね、出会って、初めて会うことになった時のことをまだずっと鮮明に覚えてる。で、なんていうのかな、それを物語にしたら多分映画化できるようなすごいドラマチックな内容やねんけどもね、またね、いつか機会があったら話すかもわかんないけども、今日はやめときます。はい、で、今日ね、5年みんなにもね、もうそろそろ忘れたんちゃうとかね、まだくよくよ引きずってんのかって言われるけど、あっちゃんの中ではほんまにさっきのことのように、なんていうのかな、ね、悲しいっていうか、寂しいっていうかね、けどもね、でも最後ね、息引き取っていくときに呼吸って手に入って、ありがとう、さようならって言った言葉が未だにさっきのことのように思い出されるしね、元気やって楽しくね、いつも笑ってたみきちゃんよりね、すっごいいい子やったしね、もう頑張ってた、すっごいお腹の中にね、すっごいこと腫瘍が溜まってて、大腸を全摘出して、大腸と腹膜、体毛、まあ、そのあたり全て取って12キロかぐらい取ったんよね、内臓、臓器をね、臓器と腫瘍ね、だから、でそこからまた再発していろんなとこ腫瘍が回ってね、すっごいお腹痛かったと思う。いつもお腹こうさすりながら顔キュッてこうしかめてた時もあったんやけど、泣き言言うことなかったし、痛いって言わへんしね、頑張ってたんやと思うんだけど、でね、あっちゃんの前では絶対涙見せへんし、けどね、あっちゃんはみきちゃんのこと忘れることできへんし、やっぱりね、離れることもできへんし、みきちゃん言ってたんよ、私が先に亡くなったら再婚してねって言ってたけど、再婚どころかみき、ちゃん以外見えへんし、5年経ってもね、やっぱりなんていうのかな、忘れるどころか思いがだんだん深くなっていく、ねえよ、みきちゃんと出会ってね、みきちゃんと出会って4ヶ月目に初めて会った、正直話すとインターネットのチャットで出会って、でチャットでお友達になって話してたね。で初めて会った時からお互いになんかね、なんかこう惹かれるものがあったりね、あっちゃんもなんかみきちゃんもすごく気になってて、みきちゃんもそうやったみたいで、で、10月に出会ったんよ初めて。で12月ぐらいの時にお互いに
うん、好きやっていう感情がね芽生えて、でみきちゃんは福島県、あっちゃんは奈良県で、あっちゃんは、ね、長男で、うん、家を出ることもできへん、でみきちゃんも長女で、うん、でお父さんがね箱入り娘みたいな感じで福島っていうか郡山から出さへんっていう人やってるね、うん、でお互いにそうやって惹かれ合っててんけども、みきちゃんが12月にそういう恋愛感情に気づいたけど、うん、あっちゃんのことを苦しめるからと思って離れたんよ、うん、あっちゃんの前から消えたんよ。でもこっそり見てた、ずっと見てたみたいで、見てたら心が壊れたって、1月の2月ぐらいかな、もう心が壊れたって、どうしても会いたいって、うん、で会えへんでやったら命絶つってこの時に言って、そこをね奈良から福島で、福島の住所も知らない、うん、まあ郡山市っていうのは大体わかる、うん、でも今から飛んでいくよ、電話番号してたからね、電話かけて、うん、電話もかけたけど、あっちゃんも恥ずかしがりやったし、で一回声聞きたくってかけただけ、一回二回ぐらいかけただけで、それからかけてなかった。いつもねメールとかチャットとかでやり取りしとってんけど、メールアドレス変えてチャットからもいなくなった。だから連絡取りようがなかったね。でもチャットにフラって現れて、私は夢が叶わないからもうこの世とこの世からさ、ね、さよならしますってチラって書き込んだんで、それちょうど見てたからすぐ電話かけた、今から飛んでいくから待っとけよって。でみきちゃんも我に帰ったみたいで、うん、もう絶対死なないよって約束するって言ってくれて、それからみきちゃんの仕事が休みになる2月の、連休の時、何の日かな、2月のね、終わりぐらいにある連休の時に、みきちゃんが、うん、こっちに来るって、うん、言ってくれて、それで初めて会った、うん、で2月のね、いつやったかな、終わりぐらい、うん、うん、分かんない、うん、でそれからね、今度3月の連休、3月だから3週目ぐらいの連休に、あっちゃんがじゃあ福島行くよって、でその時にみきちゃんのお父ちゃんに会って挨拶もするからって言って帰って行ったんね。でもちろん反対されたよ、うん、人的に反対する要素はないって、でちゃんと、うん、礼儀正しく来たっつって喜んでくれて、うん、まあ、ただね、その時ね、あっちゃん金髪やったんよ、金の頭してたんよ、で髪の毛ロングで、髪の毛どうにかしろって言われて、でみきちゃんのお部屋で黒スプレーで染めて、うん、まあ誠意も見せてくれて分かったって、だから、うん、ちょっと付き合って遠距離恋愛して、うん、付き合って、で本当にミキのことを幸せにしてくれるんやったら許すけどもっていう話やったね。でも福島にお前来いって言われたんよ無理な話やけどね、もうそれも笑い話で今言ってたやと思うんだけど、うん、まあそんなんでね、3月のまあその連休に会って、あっちゃん奈良へ帰ってきたら、ミキちゃんがそれから1週間くらい寂しいってずーっとメール来たり電話して、もう毎晩電話してた。あの頃ね、まだかけ放題状とか電話代がえらいことがあったけどねまあそんなのね、どうでもいいんやけど、まあのうん、そうやって話してて、みきちゃんもお互いにかけてくるし、あっちゃんも半々でかけてたけど、やっぱみきちゃんもね、うん、いくらね、なんていうの、一人で給料全部使ってもって言っても電話代とか、ね、大変やろうし、まあ、それだけじゃなくね、やっぱり精神的に壊れたみたいな、もう私一人で住めないって言って、もう無理って、会社行くのも嫌って朝からメールが来たから、あっちゃん電話かけたんよ、もうすぐに、
車で福島空港を走ってチケットそこで買って飛行機に飛び乗りって4時にこっち着くから4時じゃなかったっけ確か 4時じゃない忘れた、うん、もっと早いんか飛び乗ったらすぐ来れるからって言って、うん、ですぐにこっちから空港まで走るからって言って、うん、そうやって、ね、3月の終わりぐらいに迎えに行ったそれから一緒に暮らし始めて一時も離れたことなかったんよ、まあね、あっちゃん泊まりでレースもあったしイベントとかもあったから、まあ、1日2日空けることはあってもねうん、それ以外家開けることなくずっとだから初めて会ってから2回目会うまで1ヶ月以上長い会わんかった時間でなかったんよ、うん、それがね10年間結婚してちょうど10年目にミキちゃん亡くなったんで、うん、だから、うん、なんていうのかなたった10年っていうか10年間暮らした時間の半分5年間ミキちゃんに会えてない、ね、会えてないですかミキちゃんのこと抱けてない触れてない会うのは会うよ夢で会うし、うん、時々気配感じてお話しするし今日もね倉庫動画撮ってて途中でミキちゃんの気配感じてついつい喋っちゃって動画に入ってると思うけどああいうことがあるんよそんな感じでねみきちゃんに会うことはあるけどもうみきちゃん触ることでけへん体温感じることでけへんすごい寂してねだからうんそのたった10年生活してきた分の10年間すごい長かったし濃かったと思うんだけどすっごい短かったあっちゅうまてかもう出会ってから15年あっちゅうま、うん、まだこうやってチャットでお話ししてた画面もう目の前に鮮明に覚えてるもんていうかほんまに昨日の夜みたい今日またみきちゃんとチャットしようっていう感じの、うん、感覚がまだ、うん、多分ね前々世からのつながりやと思うみきちゃんとはだからまた来世は一緒になれると思うんやけどね今のねこのね今世は出会うことができへんのが寂しいなってだからね最初みきちゃんがいなくなって2年3年は消化試合死ぬことはできへんけど生きることは辛いなって思ってたんやけど最近ちょっとね子供が大きくなってきてみきちゃんとの約束でね子供が大人になるまではちゃんと育ててね言うてねやって、うん、やってて子供がねこう大きくなってきてちゃんとね自立してきたり自分でいろんなことをするようになってきてちょっと嬉しくなってきたりね、うん、みきちゃんに日々近づいていってんねって思うのも嬉しいしね俺と、だからねあっちゃんずっとねもうだからみきちゃんと出会った時から会社の仕事も全部ウェブパソコンでねインターネットとかで集客とか宣伝とかやってたん、ね、でそれの一環でブログをもうね始めたもうみきちゃんと出会った後か前かぐらいからブログやってたん、ね、でそんなんでブログとかでね、こういう読者さんとの交流っていうのはあってんけどもねそのブログを生きがいみたいにしてたブログもミキちゃんがいなくなってからやっぱ1年ぐらいよう書かんかったんやっぱ1ヶ月飛んだりとか数日飛んだりとかひどい時だったら何ヶ月か飛んだりとかもしてたみたいでねFacebook もミキちゃんいなくなってから始めたんやけどねやっぱり最初の頃ほとんど書けてなかったんやけどねうんそれが最近は、うん、なんか、うん、ブログ会社もね、あ、そうそう、それで会社もね、やって、なんていうのかな、身内でやってるから余計分かってくれへんのよ。なんか、死んだ嫁戻ってきゃへんねんからとか、
ひどいことばっかり言われてさ、うん、特に弟はミキちゃんのこと嫌ってたから、うん、死んでよかったとか言ったらあれも腹立ってね、一生忘れへんけどね、はい、死ねって願ってたとか言いやがったからね、はい、むちゃくちゃ腹立ってんだけど、うん、まあ、そんなんやけどね、うん、なことはもうどうでもいいんだけど、やっぱね、あっちゃんはね、ミキちゃんとね、こうやってなんていうのかな、約束した子供を育てるっていうことを生きがいに生きていかなあかんなっていうのとね、あとね、あのこの前、去年の、ね、冬前秋ぐらいから YouTube 始めて、うん、まだね何ヶ月 ?4 ヶ月5ヶ月ぐらいか半年経ってないんだけど、登録チャンネル登録してくれてる人も増えてくれたし、コメントしてくれる人もめちゃくちゃ増えてきてくれたしね、うん、やっぱりね、みんなにあっちゃんのこと分かってもらえて、共感してもらえたりね、励ましてもらえたり、みんなからやっぱ元気コメントしてもらえて元気もらえたりね、いいねをしてもらえて元気もらえたりね、うん、してます。で、ネガティブなコメントしてくる人もいてる。でもネガティブなコメントしてくる人に、ね、コメント返ししたら分かってくれて、うん、ごめんなさいって言ってくれる。それもすごくいいの。あっちゃんはすごい幸せな。だから今の生きがいは、うん、YouTube と、うん、Facebook とかブログと、あと、なんていうのかな、インターネットで今オイルを売らせてもらってるんだけど、それであっちゃんの商品買ってよかったよって言ってくれる、リピートしてくれるお客様、みんなに支えられて今のあっちゃんがあります。はい、ということでね、あっちゃんこれからもね、毎年多分ね、まあ、命日の日にこうやって、ね、去年ずっとねブログにも毎年毎年こうやって書いてたんやけど、うん、やっぱりなんていうのかな、辛くって、うん、きついなっていう時もあったけども、こうやって乗り越えはできへんと思うけど、うん、いつもミキちゃんが一緒にいてるんやって思いながらこうやって暮らして、でね、子供亮と光をちゃんとね自立するまで育て上げて、みきちゃんのところに早く行きたいなと思ってます。はい、それまでね、またみんなもね、あっちゃん動画楽しんでもらって、うん、でまたね、あっちゃんから元気もらったよとか、あっちゃんに癒されてるよって言ってくれたらすっごい嬉しいの。あっちゃんもそうやってコメントしてくれることによって元気になるし癒されるし助かってます。はい、これからもあっチャンネルよろしくお願いします。はい、ということでね、あっチャンネルよろしくお願いしますじゃないわ、ね、まあ、そんな感じでね、ミキちゃんも亡くなって今日が5年目の命日です。はい、やっぱりね、忘れることのできへん悲しい日です。うん、一番忘れ去りたい、亡くなってほしい日でも絶対に忘れられへん日なんですね。はい、ということで、今日はねこの辺で、話し出すとね、キリがなくなっちゃうんで、あれだけども、うん、この辺で終わりにしたいと思います。はい、ね、今、8時じゃない、7時50分ぐらい。だけどね、うん、まあ、子供じゃも横で聞いてんねんけどもね、まあいいやって思って、今日はちょっとね、命日やから、うん、まあ、子供ちゃんにも言ってた、うん、お墓参り行ってきて、うん、帰ってきて、お母さんのことで今日は泣くかもわからんよ、言ってね、うん、やって。今日はちょっとね、うん、ミキちゃんのこと考えながらいろいろ過ごしたいと思います。はい、では、皆さんさようなら、うん、これからもあっチャンネルよろしくお願いします。はい。